こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵こだまです。今日は、先日お客様から、昔の、おばさまのお着物がたくさんあって、どのようにしたらいいかということでご相談を受けた時に、エバ織と言いまして、昔はですね、小学校の入卒なんかに色無地とか江戸小紋の上に合わせて必ずと言っていいほど着たエバ織という、黒いこう羽織があってですね、それの実はお召しの織物のでできた、エバ織がありまして、そちらのものなんですけども、最近はなかなか正直言って、エバ織着るという機会が少ない。で基本的にエバ織っていうのは計算して作られてるので、情が足りないのでコートとかにはなかなか直しづらいんですね。で、まして生地幅も昔のものなんで、そんなにこう幅がなかったものなんで、実はそちらのものを帯に直させていただきました。で、今日それがちょっと出来上がってきまして、お客様にもご了解いただいたので、皆様にも見ていただきたいと思って動画を撮らさせていただいております。で、実はその出来上がってきたエバ織で作りました帯がこちらで、こんな感じですね。これちょうどお太鼓のところは、背中の部分の形見のかなりちょっと大きい柄のところを用いまして、で、ちょっとこれ外しましょうか。ちょうど雰囲気的にはこうした感じの、こんな感じですね。こんな感じの名古屋帯になるように作りました。で、こちらのものなんですけど、実はこれ織物の生地で、ちょっと今これ残布が残っているので、ご覧いただくと、こうして黒地のものなんですけど、先ほど言った織物というふうにお話ししましたけど、裏側にこういう赤い色で、でこれがですね、こうした感じで柄のところですね、ちょっとこう松のこう枝みたいなところでこうボリューム感が出てるというこう生地なんですね。で、ちょっと実際のこう帯のアップした画像を見ていただきたいんですけれども、こんな感じですね。かなり実はこう凹凸のある折り方なので、こうちょっとこう角度によって色がこう変わるというような感じでですね、そして、ちょっと、細かくお話をしますと、先ほど言いましたように一番ちょっと、大柄の図案のところをお太鼓に持ってきまして、で、こちらが前腹ですね。ちょっとこんな感じで、よし、とこちらの図柄と、で反対側はもうちょっとあっさりしたこういう感じの図柄になるようにしてまして、でこちらのものも実際ですね、こう締める時には見えないところに、当然もともと着物ですので萩を入れてまして、ちょっとこう見えますかね、これちょうど垂れからですね、大体どうだろうな、7、8寸のところ、帯をこう締めた時には見えないところですけどにこうして萩を入れて、
そしてお太鼓のこう裏側は、まあ、ここにまっすぐこういう風に線が入ってると思うんですけど、こちらの部分もこう生地を剥いである。そして、ちょうどこれ実は、一つ門の羽織でしたので、まあ、こちらの部分を見ていただくとお分かりになりますかね。もともと縫い物が入れてあったものなんで、まあ、特にはこう正直言って、帯に仕立てると支障がないのでわざわざ紋ときはせず、まあ、ちょっと残してあるんですけど、まあ、こういう感じですね。で、腹柄も同じで、まあ、一巻き目一重目で下側に入ってしまう部分にこうして萩を入れたりして、まあ、もう一箇所ありますね。ですから基本的には締めた時に表側には影響が出ないところで生地を剥ぎ合わせて、まあいい図柄を取ってですね、そしてこんな帯を仕立てしました。もう一度ちょっと帯の形にしてみますが、よいしょ。こんな感じですね。ちょうどこう太鼓と、まあ、腹柄という感じで、でですね、まあこちらの方なんですけど、以前ちょっと実は動画を撮らさせていただいた。こちらのものなんですけど、溶いて、まあ、粗い針をして、まあ、昔のこう汚れを落としてですね、そしてこう裏打ちといってですね、少し裏側に生地を貼って、まあ、帯としてしっかりするように下準備をした上で、まあ、こうしたいわゆる染め帯というかですね、名古屋帯の形になるようにお仕立てをしてます。でよくこう生地から作るって言った場合に裏打ちをしないで、中の芯を固めにして作ってしまう方がいるんですけど、そうするとどうしても 身離れといってですね、帯芯と生地がこう離れてしまって締めづらくなったりブクブクしたりですね、それからこうやっぱお太鼓は決まらないということがあるので、まあ、裏打ちは、まあ、その生地の厚さによって裏打ちの生地の厚みを変えていただいて、で、裏打ちをするようにしております。で、まあ、今ちょっと話途中になりましたけど、実は以前ちょっと動画で撮らさせていただいた、まあ、こちらのですねマジョリカ の色掛けをして、そしてこうまあ、萩を入れて仕立て直したという、その実はお客様のお持ちになったこう帯ですので、まあこれを合わせて使いたいということで、でちょうどこうまあ締めた時の雰囲気的に言うと、よいしょ、こんな感じですね。まあ正直言ってこう古いものとはちょっと思えないぐらい綺麗に出来上がってるんじゃないかなというふうに思うんですね。で実際実は昨日これ出来上がったのをお客様に見ていただいて、でまあちょっと小物合わせの相談とかを、されていったんですけど、まあこの黒エヴァがですね、まあもともと持ってきた時お客様は、結構こうそんなに綺麗じゃなかったんで、
そんなに良くなるとは思ってなかったっていうお話だったんですけど、まあ私は正直言って先ほど言ったようにこう自問がこうボリューム感があるように、折られている生地なので、まあなんていうんですかね、こうちょっと漆塗りのこういわゆる漆器のような雰囲気があって、でこう角度を変えると色が変わるという面白みがあるので、これはいい帯ができるんじゃないかなというふうに思ってました。でお客様も非常にこう喜んでいただいて、でまあこちらの出来上がりがすごく良かったもんで、まあ、もう一枚羽織があってですね、まあ、それどうしようかなって言っていたものがあったんですけど、まあ、それも直したいななんていうことで、ご相談して変えられたんですけれども、まあ皆様にも、まあ、こうしたものをご覧になっていただいて、まあ、意外と実は、昔の方の、着物のタンスの中にはこうしたエバ織、まあ、こちらのものは友禅ではなくてこういうマジョリカ系の織物で作った帯なんですけれども、まあ、こうしたいわゆる織の生地のものでしたり、それからまあ友禅で背中にこう図柄が書いてあったりしたものなんかもあると思うので、まあ、そうしたエバ織の場合は、まあ、うちの場合は、こうした名古屋帯ですね、一重太鼓の帯に直されるといいんじゃないですかっていう話をよくさせていただきます。で、友禅のエバ織を帯にしたものに関しては以前にちょっと動画を、撮らさせていただいてますので、まあ、そちらはまたこうちょっと URL を貼っときますので、まあ、もしそれをご覧になりたい方はそちらをちょっとご覧になっていただいて、でこう家にですねこうしまわれてるこう昔の生地があればですね、まあ、こうして、お持ちいただければ、いろいろこう新しいものにこう作り直すことができますし、で一番はやっぱり昨日の方もお話になったんですけど、おばさまのものがこういうふうに生き返るってことはとてもその素晴らしいというかありがたいことだなということで、でやはり新しいものをこうお買い上げいただいた以上のこうひとしおのこうちょっと感慨っていうものがあるのではないかなというふうに思っております。ということで、今日はお客様がお持ちいただいたエバ織から名古屋帯を作るということで実際の映像を見ていただきましたけれども、まあ、皆さんも何かこうご相談があればまた楽庵の方にご質問いただければいろいろこうアドバイスはさせていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日も以上ありがとうございました。